結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。それでは早速ご紹介しましょう。先週に続いてお迎えするゲストはこの方です。皆さんこんにちは、入江舞子です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。すごい素敵に回られてましたね。本当ですか、私先週気がつかなかったんですけれども、後ろまで見てください。皆さんこのすごい裾の長さ、レースがとても綺麗です。すごい、ふわふわだね。ふわふわですね。なんかまたベールがあると後ろ姿も映えますね。あ、そうですよね、すごく嬉しい、よろしくお願いいたします。今週もとってもお似合いです。お願いします。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。そしてゲストの入江舞子です。舞子こと入江舞子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。舞子、早速ですが、はい、前回のアンケート残りがありましたので、はい、こちらからちょっとお伺いしてもいいですか。はい、お願いいたします。はい、理想のプロポーズについて。プロポーズなんですが、ファンの方聞きたいと思うので、できれば具体的に。ああ、そうですね、私今まで全然考えたことがなくって、いや私実は、先週お話をしなかったんですけれども。何何何何何怖い、何決まったとかじゃないよね。違います、過去にですね、結婚相談所で婚活アドバイザーをしていたことがあって。アドバイザーやってたの。そうなんです。何組かご成婚もさせて。キューピッドみたいなこと。です、お見合いしていただいて、キューピッドみたいな感じのことをする際に、やはりいろんな方からこう理想のプロポーズを聞くことはあっても、私ってどういうのがいいんだろうっていうのを考えたことがなかったので、この番組で皆さんいつもいろいろお話しされてるじゃないですか。それを聞いたり、友人の話を聞いたりして、自分に置き換えて考えたりもしたんですけれども、おそらくプロポーズする中っていうのは、もう結婚前提に、私の場合きっとそうやって結婚前提でお付き合いしてるってことでしょうから、多分自分からプロポーズしちゃうかもしれないです。マイコーから。はい。どんなシチュエーションで。シチュエーション、そうですね、うん、でも自宅でさりげなくですとか、もう本当に日常の中で、いつも幸せをもらってるので、私も人生かけて幸せにしますみたいな、結婚しませんかって言っちゃうかもしれないです。おどうですか。いやいいんじゃない。だってそっちの方が自分のタイミングで。ああ、確かに心の準備っていうのがもう自分次第ですもんね、お仕事の調整とか。確かに確かに確かにそうですね、じゃあ自分から言っちゃうかもしれません。おお、意外と積極的、マイコ。でも結構皆さん、なんかどういう風にって具体的に言ってらっしゃいますもんね。あ、そうだね、なんか景色がいいところでとか。わりかし多いのはなんか本当にさりげなくがいいとか、あまりなんかサプライズ苦手だっていう方が意外となんか番組見てると多くてびっくりしました。マイコはサプライズは得意ですか。あ、する方、苦手。あ、される、される方。
めちゃくちゃ嬉しいですけれども、なんかもう気持ちがこもってればサプライズあってもなくても、うん、どんなものでも嬉しいなって思うので、していただけたらそれはそれでめちゃくちゃ幸せです。やる方が好きなの？計画するの大好きです好きそうで、でもなんかその結構その番組で見てるその友人たちのサプライズは苦手だなっていう、驚かないとっていうのを聞いてると、あ、友達へのサプライズも今後考えないとなって思ってきました番組を見て、はい、そかそか、反応ねしなきゃねっていうプレッシャーにね、 あるんでしょうね。そっかそっか。じゃあ舞子は自分からやります行くかもしれないんでね、はい、わー楽しみ、どうなるかね。本当多分きっとドキドキするんでしょうけどね。食品は幸せだな、そんな未来の旦那様いいなね。指輪とかどうするの？そういえば、あ、舞子がじゃあ考えてませんでした。用意する？あ、でもそうですね、調べたら、うん、なんか今もう自分たちで作るもう結婚指輪、あの最終的な仕上げは職人様がやってくださるけど、うん、ある程度型作りですとか、うん、あのイニシャルを彫ったりっていうのは自分たちでやれるサービスがあるっていうのを前に見たことがあったので、うん、プロポーズの際は特に用意は、まあ、料理とかは用意するかもしれないですけれども、うん、特にそういった決まった指輪とかは用意せず、後日一緒に作りに行くっていうのがいいなという妄想を。わー、イニシャル掘っちゃうの？掘っちゃいます、お互いのものを。あ、なので交換なんですよ。あ、相手のを掘るってこと？相手のものを作るっていう、自分のものというより相手の方のを作って交換してつけるっていうのがあるらしくて、うん、素敵素敵ですよね、うん、ちょっと憧れます。いいよね、一点物だしね、かぶらないしね、なりますし、うん、なるしね、はい、じゃあ指輪は後日作りに行く、行きます。うん、はい、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして舞子ピアニストとしても活躍されているということで、はいね、マギマギレコ、マギアレコード、魔法少女マドカマギか、うん、はい、もうあの出演させていただいている作品で、うん、アフレコですとかその収録の際にあのスポンサー様ですとかプロデューサー様に許可をいただいて、うん、ちょっと X に載せてもいいですかみたいなことを伺うと、結構皆様もうどんどん載せてくださいって言ってくださるので、あの耳コピをして自分でピアノアレンジしたものを載せたら、そこからあの番組で弾いてくださいって言っていただくこともここ最近増えてきたので、本当にあのもともとクラシックのピアニストではあったんですけれども、うん、最近はアニメゲームピアニストとしてちょっと番組に呼んでいただいて弾かせていただいてます。すごいね。いや嬉しいです。その世界観を音で表現できるっていうのは、うん、やはりちょっと特別感といいますか、うん、また声で関わらせていただくのとはまた別の嬉しさがあって、うん、はい、楽しい。いいの。だってほら作品がオーケストラになったりね、はい、したりするから、わあ弾けたらかっこいい。ずっと楽しい？ピアノ。あ、楽しいです、ちょっとクラシックとしてずっと勉強はしてきましたけれども、うん、好きなゲームとかアニメ作品の曲を弾くとやはりやっててよかったなって思います。うん、やっぱさ音がさ音符で聞こえたりするの？そうなんです。なので私がこう今まで弾かせていただいている作品の曲って楽譜が存在しなくて、うん、私の頭の中だけで作られてるので、あのよく X にもこの楽譜ってどちらのものですかとか欲しいですとかってコメントいただくんですけれども、うん、私も楽譜はあまり書き起こせないので、うん、本当頭の中にしかないんですっていうのを伝えてるんですけれども。そうなんで、その感覚がねちょっと凡人にはちょっとわからないのでね、なんかどんな感じなんだろうね、マイクをね。もうでも日常生活のもの全てが音符になって聞こえてくる感覚があるので、もう全て生きてるだけで音楽あ、素敵生きてるだけで音楽、生きてるだけで音楽ですか？はい、
そんな生きてるだけで音楽の前効果もうすぐ舞台始まりますね。あ、そうなんです、今月始まるんですけれども、うんうん、4月17日からかな。はい、うん、あのこれ再演でして、昨年一度、うん、あの舞台開演してすごく評判もよく、うん、あの素敵なコメントたくさんいただいて、今年同じ内容で再演をするんですけれども、うん、内容が結構考えさせられるといいますか、うん、感動できるし、ちょっと笑いの部分もあったりもしますので、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思ってますね。 X とかマイコンの X とかにチケットとか書いてあるかな。はい、あの私の公式 X をご覧いただけましたら嬉しいですので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ではではリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。はい、これはラジオネームちかみるこさんからいただきました。ありがとうございます。最近番組出演が増えてきて自分も嬉しく思います。あれだ、番組出演おめでとうございますとのことです。結婚式に関する質問ですと、式場で流したい曲はありますか？入江さんなら素敵な演奏もしてくださりそうです。ありがとうございます、ね、あります。そうですね、式場、まあ、披露宴とかでってことですかね、まあ、BGM ってことですもんね、うん、でもそうですね、私があのピアノのコンクールで初めて全国大会で賞をいただいた時に弾いた曲がありまして、リストのコンソレーションという曲があるんですけれども、愛を語った曲なんですよ、うん、でもその賞をいただいた当時は中学2年生3年生で、愛とは何ぞやみたいな感じで、やはり拙い表現での中で弾いたので、はい、まあ、今もちょっとわからない部分はありますけれども、大人になった分こういろんな視野が広がって、またその曲を結婚式の場だときっと培ってる愛の、なんだろう、思いが溢れてるかと思うので、その愛、コンソレーション、リストのコンソレーションという曲を流したり、うん、もしくは弾いたりしたいです。おお、その他ウェディングソング、ウェディングソング、好きな曲とかってありますか？そうですね、木村カエラさんの、うん、あのバタフライです、うん、もうすごく多幸感にあふれた、うん、よく結婚式でも使われている曲だと思いますし、うん、いい曲ですよ ね、結婚式って感じするよね。はい、はい、だそうです、ちかみるこさん。はい、ということでメールは以上です。この後は番組コーナーにお付き合いいただきます。はい、という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。おじいちゃんおばあちゃんになってもずっと笑い合っていようね。結婚式は愛の中で。先ほどのジングルはラジオネーム先月のカレンダーさんからいただきました。ゲストの方に言っていただくスペシャルジングルでした。続いてはこちらのコーナーをお届けします。聞かせて理想の旦那様ランキング。ということで、はい、ゲストのマイコーに答えてもらった理想の旦那様についてお話していきたいと思います。はい、まずは作品の中の理想の旦那様ランキングです。では参りましょう。第3位は家庭教ヒットマンリボーンの極寺隼人。はい、彼は選ばれた理由は、そうですね、あの、ま、マフィアさんで、うん、ま、ヤンキーさんみたいな、そこでちょっと荒っぽい部分はあるんですけれども、うん、すごく心の内に熱いものを秘めていて、うん、一度自分があの許しあの懐に入れた相手でしたり、忠誠を誓った相手にはとことんまっすぐで揺るぐことがないので、うん、まあ、作品の中では恋愛的な要素といいますか、そういった描写は一切ないんですけれども、うん、おそらく恋愛においてもそういった一途さ、まっすぐさっていうのはあるんじゃないかなと思ったのと、うん、はい、この隼人くん、国寺くんはですね、バイオリンが弾けるんですよ。
なのであのピアノでセッションしたいな一緒にそういう音楽の一日の締めくくりといいますか、弾いてそういう過程といいますか一緒に弾くのも楽しいかなと思って選びました、ね、ヤンキーなのにヤンキーさんなんですよ。そこはすごく荒っぽいんですけれども、うん、お育ちがいいんですね。すごいお坊ちゃまで、うん、なのですすごいそこが悪いのはちょっと置いておいてバイオリンも弾けてまっすぐですごく熱いキャラクターなので選ばせていただきました、うん、なるほど。続いて第2位は黒子のバスケの明石誠十郎。はい、彼は理想の夫という意味ではすごくランキングに入れるか迷ったんですけれども、はい、ちょっと作品の中では二重人格というキャラクターなので迷いましたけれども、すごく育ってきた環境ですとか、うん、あのそういった境遇というのが私とものすごく似ていて、うん、そういった意味で共感できる部分があったので、うん、おそらく分かり合えるかなというのと、あとバスケ部の主将なんですけれども、はい、ゆえにすごい周りを見極める力といいますか、読む力とか人を見る力というのがあって、なんて言うんでしょう、なんか人ってこう相手を気遣ったり迷惑をかけたくないという思いで大丈夫じゃなくても大丈夫自分大丈夫って嘘をついちゃうことって誰しもあるかなと思うんですけど、そういうのが一切通用しなさそうだなって、あ、見抜いてくれそうなので、うん、そういった意味で気を張らずに自然体でいれそうだなと思ったので、うん、選ばせていただいたのと、このキャラクターもバイオリンが弾けて、うん、そうなのなので、うん、ちょっとセッションしたいなと思いました。すごいね、バスケもできてバイオリンも弾けちゃうんだね。そうなんです、何でもできる人、明石様はい。では最後に第1位は、はい、おマギアレコード魔法少女まどかマギカの三浦朝日。はい、あの朝日ちゃんはこのキャラクター女性ではあるんですけれども、うん、あの私が演じさせていただいているキャラクターで、すごく男気あふれるキャラクターなんですけれども、うん、あの愛さん魔法少女の先輩でいらっしゃるので、そうだった、はい、あのこの世界観の各々の魔法少女の辛い過去といいますか、境遇っていうのをすごいご存知だと思うんですけれど、この朝日ちゃんもすごくあの過去に受けた心の傷ですとか、うん、体の傷が元となって揺るがない概念みたいなものを持っているんですけれども、うん、それをだからといって絶対人に押し付けることはなくって、うん、全く違う価値観を持っている人とでも自然と共存して生きているので、結婚した時に全くなんだろう意見が食い違ったとしても、うん、お互いを尊重して支え合っていけるんじゃないかなとも思いますし、うん、あのスパイといいますか隠密行動をする子なんですけど、うん、はい、今離れていると思っていたとしてもその辺のテーブルの下とか木の物陰から意外と見守ってくれていて、うん、危ない目にあったらパッて守ってくれそうなところもかっこよかったりですとか、うん、あと女性が喜びそうなことをさらっって言うんですよ、あの、うん、相手が恥ずかしがってるのになんで恥ずかしがってるんだろうってわからないぐらいのレベルの褒め言葉をさらって言えるので、そこがちょっとかっこいいなと思って選ばせていただきました。ね、なんか声質もちょっと男の子っぽい感じに作ってるんだっけ。そうなんです、うん、あのすごい武士みたいな感じでやってほしいと、ね、喋り方もねなんとかでありますみたいなね。そうなんです、うん、あの作中ではあの一応共存関係といいますか、あの協力関係でもあるので、うん、京子殿とは一応あのお互いの存在を殿って言うんですよ、うん、あのお互いの存在を認知してはいるんですけれども、うん、あまり絡んだこともなかったので、ね、すごい嬉しいです。ゲームはねバラバラだもんね。そうなんです、収録が、ね、かっこいいキャラクターですね。皆さんぜひチェックされてください。はい、そして続いては未来の旦那様に求めることランキングに行きたいと思います。はい、今回はどうしても外せない条件として一つだけ挙げていただきました。こちらは答えを聞く前にプランナーの中予想してみたいと思いますが、いつもあの結構当ててらっしゃるイメージあって
るんですけど、あ、当ててるかもしれない。そうですよね。でも皆さん気使って寄せてくれてるちょっとずつそういう感じもしますけども、でもちょっとこれちょっと私が悪いんですけれども、全然違うの？あの夫に求めることっていうよりも私自身の問題っていうところがあるので、とても当てづらいかなって思いました。マイコ自身の問題はい、お相手に求める。分かった、はい、マイコを実は嫌いな食べ物が多いからなんか嫌いな、でも食べろ食べろと強要しない。あ、惜しいかも惜しいかも寄せてくれてる、ありがとう。じゃあ実際はどうかマイコ聞いてみたいと思います。未来の旦那様に求めること第1位は、はい、私がお相手の方に対して人生をかけて幸せにできるかどうかです。おお、どういうこと？おおとか言ったけど、私が人生をかけて相手の方を幸せにしたいと思えるかどうかが前提で、思えるということが外せないってことか。はい、そうです。第一位ってことか。私がまず相手のことを幸せにしたいっていう風に思えるかからっていう、はい、できるかっていうのが大事で、幸せにしてもらうとかより私がもう、はい、したいってっていう願望とか、うん、あ、でもそうですね、あえて言うならば、ちょっと私が小さい頃からの願望なんですけれども、うん、あの人生でお付き合いする方はただお一人だけっていう風に決めていて、その詰まるところ、初めてお付き合いした方と結婚したいと思っていたら今になってしまうんですけれども、うん、まあ、でもそれを思いと思わずに受け止めてくださる懐の温かさと言いますか、か言うならばそれですかね、まとめること。でもそのたった一人の男になるっていうそのプレッシャーにもね耐えて、あ、プレッシャーになっちゃうか、よしってそれくらいの方がいいよね。そうですね、どんと構えて、うん、それを思いと思わずにいてくだされば、うん、そっか、わー、ちょっとじゃあ将来発表楽しみにしてるね。はい、ありがとうございます。ヤフーニュースになったら頑張って、はい、止めた人この人かって、まあ、出るかわかんないけどいたんだなって、まあ、でもきっと皆さんそう思われるでしょうね。あ、この人がなんかもう人生で一人の人かってなるかもしれない、ね、でもそれがもう昔からのもう5歳ぐらいからずっとと揺るがずに決めていたことで、そうなんです。じゃあ例えば学校で、例えば部活とかでさ、あの先輩素敵とかなったりするじゃん、野球部の先輩かっこいいと思うけど、いやでもこの結婚うんないなみたいなそんな冷静なジャッジ、いや、あの全くなかったです。そうか、あの高校は女子校でもありましたし、あの大学は音楽大学で比率として女性の方が多かったので、全く男性とかとそういった関わりはなくて、なかったんだね。はい、なのでちょっと探せるように、はい、そうだね。まあ、今はお仕事にね忙しいだろうからね、はい、まあ、作品の中で恋愛してますから ね、うん、ね、 ねそれはそれで楽しいよね。はい、私というか私じゃないというのかわからないですけど、うん、今はそれでね、はい、楽しいんで、はい、ね、わあ、そっか、未来の旦那様頑張ってください。はい、ということでアンケートは以上になります。ご回答ありがとうございました。そして残念ながらマイコーとはそろそろお別れの時間となってしまいました。まずはお知らせをお願いします。はい、私今月舞台ライブ、来月がライブですかね、迫っております。責任を持って皆様に幸せをお届けしますので、ぜひぜひ公式 X から情報をチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、皆さんぜひチェックされてください。そしてここで番組からプレゼントのお知らせです。アイナカフォロー&リポストキャンペーンを実施します。ご応募いただいた方の中から抽選で1名様に今回のゲスト入江舞子さんのサイン色紙をプレゼント。
応募方法ですが、あいなか公式 X をフォローしていただき、フォロー&リポストキャンペーンのポストをリポストしてください。詳しくはこの放送後番組公式 X にてお知らせします。応募の締め切りは4月19日金曜日23時59分です。皆さんこの機会をお見逃しなく。ということで2週続けてご出演いただきましたが、いかがでしたか？いや、もう本当にずっと番組を拝見していたので、はい、もうオファーいただいて嬉しかったですし、今まで全く考えてこなかったことだったので、うん、今改めてこの、自分がどういう結婚したいかですとか、そういったことを解明じゃないですけれども、うん、書き出してちょっと自分の中にもインプットといいますか考えることができたので本当に嬉しかったです、うん、ありがとうございます。あ、そう思っていただけてこっちも嬉しいです。ありがとうございました。またお色直しとかして番組にも遊びにいらっしゃってください。ぜひお願いいたします。はい、ということでゲストの入江麻衣子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間、大切なゲストにサプライズで2人らしさを、エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。セルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてまいりました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはあいなか @joqr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式 X とインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディング_あいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは4月20日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。そして4月20日、4月27日は3月31日にこちらのエルブライトハウスで開催された番組の公開収録イベントの模様をオンエアします。ゲストに田辺るいさんを迎えしています。お楽しみに。さらに今後のゲストのお知らせです。5月4日、5月11日の放送は篠田みなみさんを迎えします。どんな姿で登場されるのかお楽しみに。ということで第263回目の放送でしたが、舞子、いろんな経験をお持ちで、なんかまだまだトークを聞いてみたかったですね。でまた今回もですね、この後さらに綺麗な写真がたくさん SNS にアップされますので、皆さん保存を忘れないでください。そして YouTube の方もぜひいいねボタンよろしくお願いします。ということで、ではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りしました。